即席の久保です。えーね、私の街ではね、この駐車場でフリーマーケットをやってる例が結構あるんですよね。で、あんまり露骨なんで撮影はしてないんですけども、マスクが大量に出てました。あのー、なんか100個で1000円みたいなのとかね、100個で500円みたいなの出てますよ。なんかね、やっぱね、マスクが余ってて、投げ売りが出てますね、やっぱりね。私の街では結構ね、 安いっていうか、まあ私普段の値段知らなかったんで、100個マスクが1100円だったら高いっていうふうにね、以前、先週でしたかね、いろんな方に教えていただいたんですけども、100個で1000円のマスク、1個10円のマスクって高いのかなって今でも思ってるんですよ。私の感覚が違うんでしょうけどもね。で、今日も100個セットで、あの、1000円で売ってるんですよ。消費税込みで。高いのかなと思っちゃうんですけど、とりあえず、私の住んでる街では、 マスクがないってことは全くなくって、えっ、ー、とね、チェーン店には逆にないですね。今あの、100円均一の店に行ってきたんですけども、マスクがありませんと。その、100円均一の店舗の駐車場で、100個1000円のマスクが売られてます。で、えっ、ー、と、マスクの達人っていうね、商品名だったんですけども、高くなってるんかな、これ。ちょっと値上げしてるんですかね。でも、 1>, 1個10円のマスクが高くて手が出ないっていうことになるといやもう何にも買えないような気がするんですけどどうでしょうか私がちょっとおごり高ぶっているんでしょうかこれはまた批判を浴びそうなんですけども1000円っていうとねそんなに知名度になる金額ではないような気がするんですよあ見てくださいバックミラーに写ってる写真で恐縮ですけどもフリーマーケット人が群れています ちなみにマスク多分売れ残ると思います。いっぱいあるんで、えー、でそういうのも込みで、あのおそらくねテレビの報道とかあのインターネットでの会話とか普段の会話とかでねマスクがないマスクがないってみんなが言うとテンバイヤーさんが高くつけるんですよ。あないんだと思ってで私たちもないと思うから焦るから購買に走るでしょね。だからそうじゃなくて逆にいやマスク別にあるんじゃないのと。 なくくてても自分で作れるるかかかかららとと来週には入ってくるからとかねそれから今回、あのー、官邸の報告で菅官房長官が「マスクを1億枚から 6, 万6億枚来週には出すようにしますよ」って言ったら「もう転売屋さんもうかわいそう」「もうせっかくね1000円で買ったマスクを1万円とかで売ろうと思ってるんでしょ?で」でこういう露骨な値上げって嫌われるし売れないですよ大体売れても利幅が少ないじゃないですか。 私は在庫を抱えてリスクを背負ってまでやることはないと思いますし転売って嫌われる種類の転売とあ本当に売ってくださってありがとう助かりましたっていう転売とあってですね基本的に転売ってものすごく人のためになってるんですよだって私なんてのね昔の超合金とかプラモデルとか DVD とか懐かしくて欲しいんですよアニメのカセットテープとかねでアニメのカセットテープ当時の値段消費税がない時代のやつが2500円で売られてるのをやっぱ1万円だったら安いと思いますからね私ね 躊躇なく買いいますよそういうのだって自分で探して自分で、えー、備品をね、えー、見繕ってとかやったらものすごい手間かかりますからねだから基本的に転売屋さんがいるおかげで私たちはクオリティオブライフが上がると思いますしあの場合によってはね基本的生活動作っていうのもすごく担保されてるところがあると思いますけどもただねやっぱりすごく値上げが目立つやつとかはあのー、転売屋はやらないですよだからこれ3流とか5流の 誰か言ってましたけどもユミさんとか言ってましたけども五流の転売屋さんがやることですよこんなマスクの値段とか露骨にねだって1個10円前後のやつを1個1000円とかにするわけでしょ、うん、いや1個100円にしたって露骨ですよね9割掛けとかするわけですからでそういうのは全然ダメだし儲かんないしなんせねリピートができないんでそんなことでね転売ができたなんて思わない方がいいかなというのが私の考えですねで案の定1ヶ月もしないうちに マスクの相場って、うん、こういういにね急下落すするんですよマスクの増産なんてそんなにね難しくないですからね原料が手に入るかどうかっていう話とあとは中国流通のマスクは確かに止まりますよ止まりますけども別にね取引先はカナダとかあのアメリカとかオーストラリアオーストラリアちょっと火災でちょっと気がないかもしれませんけどねいろいろやりようがあるんであのマスクがないっていうふうに騒ぐ消費者と騒がせるマスコミと の影響を受けけた人がないと思ってるだけで別に私の街はずーっとあるって放送しましたからね私毎日の YouTube でもライブ放送でも私マスクどこにもありますよっていう風に言ってましたからねどうだって感じですよ。以上でございます